映画友達ラムです。ラムズキュン。どうも映画チンピラジャガモンの斉藤です。どうも映画バカ芸人アンコです。バイバニュー。はい、シネマーションと映画好き3人が集まって好き勝手映画について語っていくというチャンネルでございまーす。はい。今日は38度です、皆さん。夏です。夏休みですか？いや、どう見ても違うでしょ。仕事中だね。全然働いてるじゃん。でもまあ、夏休みは多いかも。夏休みということで、はい、2024年夏休みがーおー8月に劇場で公開される映画の中でね、夏休みにぴったりだよっていうのを一人一作品おすすめしていかな、うん、いこうかなっていう。いいですね。いいです。まず私のおすすめ夏休み映画はこちら。じゃん。デッドストリーム。出た。8月16日公開。これね、うん、絶対好き。あ、え、我々の壁に、うん、たまにあるやつね、お互い勝手に相手の好きを決めるという絶対好き。これは結構あのな、軽予算なんですよ、だいぶ、うんうんうん、ポスターから漂う B 級というか、あ、はい、ちょっと一見見たら危なそうな、ちょっとね、やけどしちゃうんじゃないこれ、うんうん、っていう感じなんですけども、もう蓋開けてみたらモキュメンタリー、まあ要はドキュメンタリーチックな、作ったドキュメンタリーみたいな、うん、はいはい、感じなんで、フィクションなんですけども、うん、主人公が YouTuber なんだけど、迷惑系 YouTuber なの。うわぁ、嫌だね。いろんなのやって、大炎上して、ちょっと活気をしますって言ったんだけど、やっぱり復帰したいと。うん、で、今までこう過激なチャンネルやってきたけど、今回は俺が唯一避けてきた企画をやります。心霊企画って。出た。もう超 YouTube なの。家の中でピッて YouTube つけたような画面の構成でして、それはあれ生配心とかではなくて、そう、生配心で心霊スポット行きましょう。なるほど、なるほど。じゃあいよいよ心霊行くよみたいな、これで俺は、うん、あの復帰するみたいな、はい、この作品で復帰するんだって言って、ボディカメラをいっぱいつけて廃墟に行くんだけど、うん、その廃墟に設置する用のカメラも何個も持ってって、もう重装備でこう配信回しながら行くの。コメントもずっと流れてる、うん、廃墟ありましたみたいな。でも俺は絶対俺みたいな性格が逃げるから、うん、もう逃げないようにするって言って、車のバッテリーを抜いてこう投げたりとか。あら、そこまでしちゃう。何があっても逃げないぞって。でこう入ってって、あ、怖いよって言いながらこう設置して、でそっから何が起きるかっていう。でね、これは二人好きっていう革新的な理由が一つある。お、王道クラシックホラーなんですよ。へぇ、古典的な感じで超古典的で怖がらせてくれる、うん、いいね。要は特殊メイクです。はい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 。これ CG かなっていうのあるんだけど、うん、もうほとんどなしの一人称視点だったり、うんうん、顔だったりっていう王道クラシックホラー×現代。おぉ、ゴア表現もすごくよくって、へぇ、あ、ちゃんとグロいとか気持ち悪いっていう感じがするんだけど、はいはいはい、最初から最後までスピード感あって、うん、ほんとこっちも生配信見てるような気持ち、うんうん、ちょっと主人公頑張れよって応援したくなるような、うん、でもさ、なんかちょっと心配っていうか懸念はさ、一、うん、人で行くわけじゃん、うん、他の被害者がいないから、あ、確かに、なんか間が持つのかなとか思っちゃうんですけどあれ、まんまとえ、ちょっと、間持つのそれは配信者ならではのあるじゃん。もしかしてあれじゃん、スパチャもらってより行っちゃうみたいな。それもあります。おい、それはそれであるんかカメラが何個もあるって言ったじゃん、はい、要はあの GoPro よね、はいはいはい、何個もこう設置するんだけど、この GoPro の使い方がね、へぇ、あら、お見事、お見事なシーンがね、そうなんだ、多々ありますよ。もう笑っちゃう、こっちゲラゲラ笑って、結構そのクラシックホラーを現代に持ってきたら、うん、まあ笑えるよねっていう、なるほど、いい化学反応が起きて、そこで俺はね、本当にね、お祭り映画というかね、いいアトラクションホラー映画でしたね。なんか涼しくなりそうだね。涼しくなるね、ちゃんとね、ちゃんと気持ち悪いしね、ちゃんと怖いし。怖いんだ。ちゃんと怖い。楽しみだな。はい、これぜひ8月16日公開で見てください、うん、イエーイ。いい、みんなどうせさ、うん、暑いから家の中で YouTube 見たりするでしょ、はいはいはい、その感覚でちょっと足運んで、うん、俺の子家にいるみたいな、うん、大画面で YouTube 見てほしいですね。なるほどね。はい、私がですね、おすすめする夏の新作映画、それがこちらです。ババン、フォールガイ。なにもなってて、字が変じゃん。ファリガイ。え、あ、嘘、ファリガイ、L が深いですね、フォールガイは。ファリガイだと思ったんだな。ラムよりおバカだということで、改めまして、はい、ババン、フォールガイ。これは最高のアクション映画、うん
なってます。いいですね、もう2回目感が、ね、2回目感があるなかったことにすんだと思ってならなかった、うん、いやシネマンションの場合は入っちゃうよ、多分パリパリがいい。ララランドの主演にもやってるみんな大好きライアン・ゴズリングが主演となって、なんと自分もねスタントもこなしたりとかして、これストーリー自体がこのライアン・ゴズリング演じる一流のスタントマンがいて、担当の撮影に挑もうって思ったら事故で大怪我しちゃって、でそっから1回の大事故で引退する羽目になっちゃって、で時が経ち新しい仕事に就いてるんだけど、まあパッとせずに暮らしてた中に映画プロデューサーがやってきて、映画界にまた戻ってこないか、あの監督の作品なんだけどってプロデューサーがいるの。その監督が実はスタント時代に知り合ったあの助監督、まあ要は監督を目指す女性がいて、その人に恋してたの。だからその人がとうとう監督ね撮るってことで、じゃあ俺も復帰しようかなって言って復帰すんのよ。その作品のスタントをしようかした時に、その担当する俳優さん、はい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 、その映画の主演の人なんだけど、その人が失踪しちゃったの撮影中に。でプロデューサーにちょっと探してきるって言って探しに行くのよ。そしたらとんでもない事件に巻き込まれていくという。あー、そういう。そうなんですよ。でまあそっからはねちょっと映画見て楽しんでほしいんですけど、うん、まあとにかくねやっぱり今回スタントマンが主人公ってだけに、うん、火を使ったスタント、水を使ったスタント、乗り物を使ったスタント、スタントを取り入れたアクションっていうものがすごい入ってて、うん、僕一番のお気に入りがやっぱカーアクション、これは本当にすごくて、うん、車のドア取れたやつを上に乗ってちょっとサーフィンみたいな、水上スキーみたいなシーンとかを街中で繰り広げたりとか、だからそのスタントをこなしたアクションっていうものがとにかくね面白いし、あとこれ見た後なんかスタントマンの大切さも知れるし、スタントマンになりたいなって思える人もいるんじゃないかという、やっぱこの人たちがいたからこそ成立する映画っていっぱいあるんだなと。エミリー・ブラントが今回ヒロイン役で出るんですけど、すごいねチャーミングというかキュートなエミリー・ブラントが見れて、あとはな小ネタもめっちゃ入ってて、映画通の人だったら あれってあのオマージュじゃないかなとかもう楽しめたりして、でフォールガイっていう意味もこれスタント用語で高いところから落ちる人みたいなっていう用語を使ってるんですけど、本当になんかね落ちるっていうのをうまく描けた作品、恋にも落ちるし自分自体も落ちちゃう、で引退しちゃって人生も落ちてるっていう、タイトルもめちゃめちゃいいしオチもねもう最高なんで、俺さライアン・レイノルズもライアン・ゴズリングもさフォールガイとフリーガイやってるからごちゃって、いや分かる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 監督がしかもデッドプール2の監督、ああそうだ、監督がねデビッド・リーチ監督といって、ワイスピのスーパーコンブとか撮ってる方なんですけど、ああそうなんだ、この人も元はスタントマンなんでスタントをもう知り尽くした人が撮ってるんで、見応えあるよね、見応えありますね。8月16です。同じです。同じ日なんだ。いいね、はい、なんでね、ぜひみんな落ちてね。落ちてね。私の今年の夏休みにおすすめの新作映画こちら。バン。ツイスターズ出た。8月1日から。ちょっと間違えたの消してちゃんと。違います、これツイスターです。竜巻です。これまあ、その名の通り、竜巻の映画でございまして、結論から言うとめちゃくちゃシンプル。なんか最近こういうその、なんか竜巻一本で勝負するみたいな映画があんまないというか、うんうん、久々にこのテイストいいなと思って、紹介をさせていただきます。話としては、日本で言えば地震がよくある。うん、で、アメリカは田舎の方だと竜巻が、やっぱりもう国民の中ですごくこう、身近な災害でもあるんで、その竜巻を研究している人たち、その人たちの物語なんですよ。ドロシーっていう機械があって、うん、ドラム缶みたいなの中にガチャポンみたいなのが入ってる、でそれを竜巻が来るであろう道に置いてガチャポンみたいな機械を竜巻にこう吸い上げてもらってデータを取ると、そこからその竜巻の分析してその被害がないようにしていこうっていう研究をしてる人たち。本当にあんのそんなの。ないと思う。主人公がデイジー・エドガー・ジョーンズさんつって、はい、ザリガニの鳴くところ、この前生配信でね、やりましたけども、あの主人公の、あ、そうなんだ。女の子。で、その要は、どこに竜巻を送るかとかをこう予期できるセンスがあったりとかすんのよ。本人が。で、これ実は続編なのね。あ、そうなの？ツイスターっていう映画がもう20年以上前に、あって、前作は全然全くもちろん見なくていいんだけど、話の骨格がすごく似てて、さっきのフォールガイじゃないけどちょっと変わったラブストーリーというか、
主人公の女の子、その子と昔からずっと一緒に研究してる男の人と竜巻カーボーイってやつが出てくるんだけども、 YouTuber なんですよ。でその竜巻を起きるところに四駆の車で突っ込んでって生配信をずっとするっていう、バカだしバカみたいなやつが出てくるんだけど、竜巻出ないと何も動画上げらんないじゃんそう、その竜巻の中に突っ込んでって中で花火を上げたらどうなるかみたいなのをやったりしちゃうような面白そうそうな企画だから竜巻カーボーイと主人公とそのいつもずっと一緒にいる男の子、うん、なんならあと竜巻も入るぐらいのこう四つどもえラブストーリーみたいな、おそらくどっちもね主人公の子のこと好きなんだろうなって思うんだけど、竜巻も主人公のことが好きなの、主人公は竜巻が好きなの人外人外、俺は個人的にみんなはどうもか分かんない、竜巻カーボーイのことがすごい嫌いなの。俺はこの地味な方のもともと一緒にいる男の子を応援したいんだけども、なんか見てると竜巻カーボーイといい感じになってくる、なんか刺激がある男か、そう安定のある男か、そう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 、で竜巻カーボーイにどうやらちょっと近づいてくるっていう、ねえ女の子の心理よね、そうね、その竜巻カーボーイとその主人公がうわキスしそうみたいなところ何回も来んの、実は一番そこがドキドキしたというか、ツイスターはいツイスターもすごいんだよ、怖いし、あの吹き飛ばされるとことか長回しで撮ってたりとか、はい、もうモンスターとして描いてるのよ竜巻で、種類も多いっちゃ多いの、うん、だから図なの、あそう、あ双子の竜巻とか、そうそう出てくるから、そこも楽しいんだけど、何よりやっぱこの主人公が結局誰を好きなの最後はっていうところが実は一番俺スリリングなところなんじゃないかばかりよ、だからもううわキスしそうみたいなとこめっちゃあんのよ、でもそこはどうかっていうのはもう劇場で見てもらえた、何を紹介してんのこれツイスターズですよ、ツイスターズ8月1日から公開ツイスターズ、ラブキスしか今頭に残ってないよもう、竜巻も楽しいからねそうキャーそのおまけみたいな言い方ちゅうことで私はデッドストリームで、あんこさんがホールカイで、斉藤さんがツイスターズ、気になる人はですね夏休みにぜひ見に行ってみてください。はい、まあ、その主人公の女の子、竜巻を追いかける女の子新海誠の話し違います災害だからねだから僕らは恋の嵐の予測をしていくんですよね、嵐になっちゃった竜巻な竜巻